あチキンカレーまあまあまあいかがなほどのものなのかをちょっとチェックしてみていこうか。あ、もう無理、もう食べたくないんだけど。いい、何、まだ今のところあーみたいな感じにはなってない。あー、ちょっと足が、あーあーあ、氷氷氷。 YouTuber の仕事って大変だね。止めて、体を。生まればロシア、一応関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日はお家からお届けをしますが、はい、誰のお家でしょうか。まあまあ、私のお家になります。最近スタジオで撮るのはやめました。そうね、まあ、響くっていう問題もあったし、そう、あのね、スタジオで撮ると音が聞きにくいっていうのをすごく言われてたんやけど、めっちゃクレームが来た。まあ、今度家で撮るようになったらね、画面が暗いと文句を言われるようになるでございます。今ね、スタッフさんもいない状態でやるようにしてるから、まあ、あのコロナとかもあるからな。だからまあちょっと下手くそやけど堪忍してよしてよ。で、今日は何をするかです。ヒント、佐藤のご飯。今日はね、ずっとずっと私たち実はね、激辛をね結構やってきたわけよ。今までいろんな激辛を食べて、まあなんか別にすごくその動画が伸びるとかそういうことはないんやけども、うん、まあ、ただ一定層の方は結構好きって言ってくれてて、うんうんうん、で、まあ、いろんな YouTuber がウィャーとかピャーとか言いながら食べるからさ、食べたわけやねんけども、そう、ブラスって信じないよね。なんかそこの YouTuber の反応は、いやーさ、演技やろみたいな。そうそうそう、一切信じひんし、で、実際食べて大したことなかったわけ。いや、辛かったよ。私は大したことなかった。だからあんたは辛さにいいやろ、まあ、普通か弱いかどっちか知らんけど、私は辛さが好きな人間、ド M として、ド M の代表としてみたいな。そうで、今回、まあ、そんなに耐えられるならっていうことで、いろんな人からね、おすすめがあったもの。じゃーん、これ18禁カレーってやつ。これね、結構もう書いてることとかもちょっと怖いんだよね。18禁から過ぎますので18歳未満は食べるの禁止。胃腸の弱い方、高血圧、心臓の弱い方、地持ち、あ、地持ち、地もあかんにゃの方、体調不良、まあ、ほにゃららはやめなさいと。で、もう一度食べるのを考え直してみてください。辛さが原因のクレームに関しては弊社では一切責任も負いかねます。乳製品などを先に食べることをお勧めします。緊急事態を想定して携帯電話やスマートフォンを携帯してください。ほら、緊急事態とかもう、アホやな。こんなんパーティーグッズみたいなもんなんやからな。いや、だってさ、中途半端なに強い方も絶対に食べないでくださいやろ。中途半端な人間やん、うち大丈夫な。いや、こんなもんな、もうこんなんパーティーグッズみたいなもんやから、なんかこう、こういうこと書くのよ、大げさに。もう俺、いやー、もう私怖い、これもなんかついになんかブラスもね、あっと言わせるような辛さの感じなのかな。やっとあっと言わせてくれる。いや、いや、これはね、なんか18禁カレーっていうのはなんか何種類かね、4種類ぐらいで、徐々にもっと進化していって、これが最終形態のデンジャーってやつ、危険、うん、危険って書いてるもんな。危険って、いや、だからそれがコンセプトやから書いてんのよ、うん、成人向けデンジャー、まあまあまあいかがなほどのものなのかをちょっとチェックしてみていこうか。これ2人で倒れないようにね。そうで、今回こちら食べさせていただくのは、他のどこでもない砂糖のご飯、私が大好きな砂糖のご飯。あのな、やっちゃうね、俺ゴジムにな出た時に砂糖のご飯が好きですって言ったら、たまたまこの砂糖のご飯の社長の佐藤さんが見てて、うん、で、なんか江原さんにちょっと見てたからありがとうって言ってほしいって言ってて、原さんに佐藤のご飯の社長がありがとうって言ってたよって。佐藤のご飯、ありがとうだけかよ。いやいや、もうちょっとアピールしたき。佐藤のご飯お願いします。それ一番おいしい、米の中で。いや、なんかもう目がおいしい、怪しい。できました、熱々の18禁カレーです。いい感じよ。佐藤のご飯が美味しいうちに、この激辛の日本一辛い、世界分からんけど、とにかく入れます。とりあえず一番辛いやつを入れるってことね。いやー、怖い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 。あ、いい匂い、カレーのいい匂いする。カレーやん。あららら、え、なんか赤い粒が出てくる。え、なんか痛いんだけど、匂い、あ、いい匂いする。いい匂い、
え、絶対美味しいやん。いやー美味しそうよ。普段まあこうやって出したらここをキュ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 って舐めるんやけど、今日はちょっとやめとくな。はい、せーの、いただきます。お肉すごいしっかり入って、お肉美味しそう。お肉うまそう。めっちゃお腹すいた。こんなん入っとんねんけど。なるほどね。ハバネロでかくね、これ。ハバネロかしらけど。丸ごといっちゃえ。イエーイ。ちょっと待って、私ちょっと怖いな。先に食べてよ。あー、なになになに、ちょっと待って、これはデンジャーだね。これはデンジャーだね、じゃねえよ。これはデンジャーだ。ちょっと待って。あの、全然ごく激辛のあのペヤングと比べ物にならない辛さがする。ちょっと待って、もうやだ。もう食べたくないんだけど。あー、ちゃんとみたいな。やだ。いい、なに、いいの。ウォッカを飲んだ時にさ、ウォッカをクビーって飲んだ時、ここわかる。熱いやつやの。熱くな、ずっと続く。大丈夫な、溶けるんじゃないのそれ。あー、いいね。辛い。あ、もう無理。あ、無理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 。これ辛くない。これ痛い。前もそんなこと。来るね。あ、無理無理無理。来る。危ないわ。らっきょうとか入れたら良くなるかな、らっきょう。ならないよ。らっきょう入れてみるわ、何個か。なんか耳がすげえなんか熱くなってきたけど、耳の穴の中。これらっきょう食べたらもっと辛いわ。確かに。ラッキョウが辛い。ラッキョウがあかんわ。もうやめる、これ。これギブだわ。これ無理。てか俺そもそもあのごく激辛を食べてた頃って、あー無理。毎日毎日のように激辛を食ってた時期だったので、これ辛い。これ無理無理無理。で今は、あ、ちょっと待って。ダメ。これ目ん玉入ったら終わりでしょ。もうチーンってなってるけど。いや、これは完食はしませんし。完食した人ある？知らない。いたとしても翌日うんこがやばいことになることがわかるのね。いや、この痛みを我慢して食えと言われたら食えるかもしれないけど、うんこが、うんこが内臓が溶けそう、途中で、うん、途中でどっかが溶けて、こうそこからもうなんか広がっていきそう。健康上の理由だよ。でもうまいねん、カレーは。あのね、痛みが届き渡るまでの間の味はめっちゃうまいねん。結構いい感じやね。もうでもこれは食べきらんかったら食べ物を粗末にして、砂糖のご飯のに申し訳ないけども、もう砂糖のご飯の CM を蹴ってもいいから、これは食べません。蹴るの。これ無理です。まあだからこれまでの総括をしますと、ペヤングレッドエンドか、ペヤングのエンドは辛くないです。で、ごく激辛は辛い、辛いけど食べれる、完食だだけ。ではこの18品カレーは無理。すいません、申し訳ございませんでした。ちゃんと頭下げ、すいません。大変申し訳ございません。YouTuber の仕事って大変だね。ほんまそれ。止めて、はい、いいの、体を。大丈夫だ。